駅のシンボルと2番乗り場のホーム新福島駅は、大阪府大阪市福島区福島5丁目にある、西日本旅客鉄道 JR 東西線の駅である。駅番号は JRH45。駅シンボルは、平家物語に記されている坂路の松の古事にちなみ、坂路の松である。駅カラーは若緑である。車椅子専用リフト島式ホーム1面2線を持つ、地下駅。 八両編成対応。様。京橋方には、ポイント設置準備工事がされている。改札口は一箇所のみ。地上への出入り口は、清志西京交差点付近に二箇所、福島西通交差点付近に一箇所。エレベーターエスカレーターの他に、車椅子専用リフトが設けられている。株式会社 JR 西日本交通サービスによる、業務委託駅かつ移行か利用可能駅。 日中時間帯は1時間あたり、区間快速、普通電車がそれぞれ4本の合計8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。すべての列車が停車する。2019年度の1日平均乗車人員は1430人である。開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。最寄り停留所は、福、島西通、清志盛となる。 以下の路線がそれぞれ乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。福、島西通停留所、清志正教停留所出店。ありがとうございます。